今日は鼻づまりです。おめでとう。今日は僕の誕生日、ブルーさんお誕生日おめでとう。ハッピーバースデーブルー、おめでとう。大丈夫？帰っちゃうな。名古屋飯食べられましたか？食べたよ。手羽先と天むす。こんばんは。写真撮った。ゴールデンウィーク頑張りよかったね。ねえ、ありがとう。全部用ご飯楽しみ。20日今日誕生日です。祝ってもらえたらしっぽって喜びます。かずきんさんお誕生日おめでとう。ハッピーバースデー、ハッピーバースデーかずきん。いらっしゃる。ゴードレームでニットダニエルか予想してた。私はね、多分どうだろう、当たらない、完璧には当たらないと思います。そりゃそっか。ありがとう、いいちゃんたんちゃん、ありがとう、いい誕生日になりました。お、みんなに祝ってもらえた。今日名古屋まで行ってた。そう、今日そうなんですよ、名古屋まで行ってた。なんか足痩せたと思ってたら痩せてなかったかも。で、今日フィッティングして思った。ツーアフの動画可愛かった。あんた？じゃ福岡から東京。そうそう、ケイさんなんかスタイル良かった。みんなナイスティーもいいよね。口の色がない、びっくり。口の色がなくてびっくり。うん、歌っちゃう。スープやるの楽しみなんだけど、コードライブ22日がより楽しみになる。お、来てくれるのね。はかなげできる。あ、色が薄くてなくて、セクシー、色がなくて、何も塗ってない。私は意外と大丈夫かな。キングレコードさんのお友達登録して未知の電話聞きました。未知の電話最高だった。ええー、嬉しい。広島弁で撮ったでしょ。少し鼻声。そうなんですよ、よくわかるね。でもきっとこれ治る。な、これもうすぐ治りますよ、この不調がっていう前触れの鼻声だと思う、思ってる。どう思いますか？そう思いますか？フラワーボイスって鼻声ってこと？
がなくても顔は華やか。紅。そうかな。嬉しい。電話の声親しげでキュンとした。親しげだったでしょ。狙い通りや。絶対なんかあったかくしてないでね。優しい。歌詞の弾き始めかも。うん、もう弾いたの。電話ってもしかしてもう手遅れ。え、手遅れなのかな。足はねぽっこりはしとるけど、なんかまあ後になってるけど、まだ大丈夫。ネックレスってまだまだ見れる。トーク画面で今村美月って言ってば出るみたい。今だけ、今だけっていつまで。明日もね。いいこと聞いた。みんな神、ほんとすごいよ。みんなありがとう。ありがとうね。なんか寒いんだね。これ暖房つけた方がいいのかな。寒いって思っとったら。これ本当にね、風の引き終わりだと思うんじゃけど、カコン通って見たら風の引き始めって書いてあったんじゃけどさ、どうしたらいい。飲んでいい。電話の人の声かわいすぎた。嬉しい。そうそう、ジャズもね、1月あの大人気だったジャズが再び。こんばんは。嬉しい。まあまだね、誰が出るかとか発表されてないですけど、留学さんポカリで感じ。ポカリね。ぜひ。しんどいんですか。しんどくない。鼻が詰まっとるけん今口。こっちはかろうじてちょっと詰まってないけど、こっちはもうめちゃめちゃ詰まってるから、口で息するしかないから、今ちょっとそれがしんどいぐらいかな。そうそうそう。あんなに第二弾やってって言われたの、ジャズが一番あれかもしれん、多いかも。コアオリュウユ、まだかね。ありがとう。みんな優しい。シェイクシャックのクロドル食べてた。食べた。それでは誕生を読みます。13位ゆきさん、12位もくもくさん、11位回転木馬さん、10位透き通る気持ちさん、9位エンパワーメントさん、8位和則さん、7位どなただ、
何位ゆきさん、6位ブルーさん、5位週末ジャストミートさん、4位カズキンさん、3位週末ナッカンさん、2位昔からおじいさん、そして1位はドルルンジャンカニスチックさんでした。ありがとう。ラッキーナンバー22位は中谷地さんでした。ドルルンジャジャン中谷地さん、ありがとう。それではまた。